さあ、やっていきましょう。こんにちは。ハーバード心理学35日目になっていきます。アリストテレスっていうね、まあ見慣れた名前があるかもしれないです。人によってはね。で、35日目っていうのは、自分の感情を理解するっていうのをテーマにやっていきます。またまたやっていきました。やってきました。自分の感情を見つめていくワーク。ね、何度やっても人から何か言われたりですとか、まあ自分のそもそも今やってることって、本当にやりたいことなのっていう、もう自問をし始めていくと、どん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 泥沼にはまっていくっていうものですよね。この間炎の体育会 TV で片栗粉の身を水に溶かした上を走るなんていう、こう耐久レースやってましたけど、もっとそんな感じなんですよね。足を踏み続けてないと、もう一瞬でも止まっていくようなもんだったらもう全身使っちゃうみたいなね、だからこそ自分が何を感じているのかっていうのは、まあ、定期的に感情ごと見つめ直していかなきゃいけないですね。止まったら沈んじゃうんで、動いていってまた抜け出してっていうことを繰り返さなくちゃいけないっていうことなんですよ。で、今日のワークっていうのは、まあ、瞑想をやります。また瞑想って思うんですけど、再びっていうことなんですけど、まあ瞑想は本当にやった方がいいです。もうあのいろんなこうね、旅に出たりとかっていう時間とお金とかかけるくらいだったら瞑想やった方がはるかにいいです。で、その前に感情についての考察っていうのを入れてワークに取り組んでまいりましょうということで、先ほどのですね、アリストテレスさんのお話からまずしていきます。で、アリストテレスさんっていうのはね、まあ、古代の哲学者の一人なんですけど、まあ、矛盾率っていう言葉をですね、あの使ってまして、何っていうと、ある事物、まあ、物事についてですね、同じ観点、同じ方を見るということですね。で、同時にそれを肯定しながら否定することはできないということ、まあ、論理的にはこれを同一性の法則って言ったりするんですけれども、まあ、何かっていうと、例えばある人がこう電車に乗ってておばあちゃんに席を譲りました。で、おばあちゃんに席を譲ったことをいいねっていうふうにそのおばあちゃんは感じるかもしれないし、でもそのおばあちゃんが同時に私のことを年寄り扱いしやがってっていう、その相反する感情を一緒に持つことはできないですよっていうことなんですね。まあそれを別の人が、あのおばあちゃんのことを年寄り扱いしてなんて失礼な子なのって思うことはあるかもしれないですけどね。で、同一性の法則って何っていうと、あるものはそのもの自体であり、それ以外の何者でもないっていうね、まあなんかちょっとまたややこしい言葉出てきましたり、なんか説明がよりわからなくなっているって感じがするので、例えば何かっていうと、こういうことなんですよ。シンプルに言うと、人は人なんです。人以外のものではないです。猫は猫だし、犬は犬だし、で、感情は感情なんですよ。で、矛盾率と同一性の法則っていうのことがなければ、まあ、何も証明することはできないですし、どんな問題に対しても出た結果っていうのが証明とはならないんですよね。で、なんか話が難しくなってきましたよね。これなかなかどうこうご案内するのがいいのかなって思ってめちゃくちゃ考えたんですけど、まあ、結局はですね、私たち自身があるものはそのもの自体だっていうことを認めることなんですよ。まあ、脳がそう判定してるから、我々はその認める認めないとかっていう前に、まあ、猫は猫だなとか、あ、俺は俺だなっていうふうに認めてるわけなんですけど、まあ、そうしないとある言葉っていうのが何を意味するのかっていうのが共通の理解を持つことができなくなっちゃうんですよね。で、例えば何かっていうと、猫を見て猫だとか、 A さんのことを見て A さんっていうふうに誰が見ても猫だって思うことや、人から見て A さんで、自分 A さん自身も A さんだって認識してるっていうことなんですね。これが同一性の法則なんですよ。で、この法則っていうのが成り立っているから、人は共通の理解をすることっていうのができるんですね。はい。で、じゃあ結局同一性の法則って一体何が言いたいのっていうことなんですけど、物事をあるがまま受け入れて、誰かがそれをねじ曲げようとしても、それ自体を変えることはできませんよっていうことなんですよ。だから猫は猫だし、犬は犬なんですよ。ね、ブルーホースはブルーホースですし、皆さんは皆さんなんですよ。で、仮にこの同一性の法則っていうのを無視するとどうなるかっていうと、例えばですよ、トラックが走ってますと。で、ある人から見たら、ちょっと変わった匂いのする花やなと思って見てるんですよ。トラックですよ。トラックのことを、ちょっと変わった匂いのする、なんかガソリンとかゴムの匂いがする、まあ、金属音のする花だなと思って、ちょっと珍しいから積んでみようと思って走ってるにもかかわらず、トラック
ストラクションで花だと思って積みに行った瞬間ボンって思いっきり跳ねられますよね。はい、まあ、そんなアホな話はないと思うんですけど、まあ、例えって言ったらそんな感じなんですよ。同一性の法則を無視するっていうのは。だからみんながトラックだって認識してるから、ね、何トントラックか分かんないですけど、大きいって走ってる。で、スピードが出てるから近づいたら危ないっていうことでみんな歩道を歩いたりとか、ちょっと距離を取ったりとかってするんですけど、それを万が一、なんか珍しい花だななんていうふうに思った時には、積んでみようとか、ちょっと近づいて見てみようって言って、やった瞬間にボンって離られて、大怪我をするっていうようなオチになっちゃう。そういうことなんですよね。はい。だから物理的なものっていうのは確かに、まあ、同一性の法則って理解しやすいと思うんですよ。トラックはトラックですし、猫は猫ですしね。まあ、猫を見た瞬間に犬だって言って、でもワンって吠えたら、あ、猫かっていうふうにまあ理解すると、まあそういうことができると思うんですよ。ところが一方で感情的な側面ですよね、っていうのはこの法則を当てはめていくっていうのはすごく難しいんですよ。特に悲しみとか辛さといったマイナス面においてはより難しいと。例えばですけど、自信があるように見せたいがゆえに、本当は目の前のことが怖くてたまらないのに、そのことを口にも出せないし表情にも出せない。例えば、ね、高所恐怖症なのに普段ちょっと自信満々な態度を取ってしまってるから、吊り橋を渡るってなった時に、ちょっとお前最初に渡って行けるとこ見せてくれよって、でも俺高所恐怖症なんやけど、そんなことも言われへんし、そんなビビってるとこ見せられへんから、あ、分かった渡ったるわってなって、もう一歩踏み出した瞬間からもう死にそうな思いをするとかね。それから大切な人が亡くなったのに、まあ、周りが悲しんでいる人がいたら、まあ、気丈に振る舞って自分は笑顔を見せながら頑張ろうよって、彼のためにも頑張ろうよって、頑張って生きようよって言ってるんですけど、本当は自分も泣きたいんですよ、はい、で、そんな健康的にいるためには、自分が感じていることっていうのを素直に表現すること、口に出したり表情に出したり態度に出したりっていうのが欠かせないんですね。で、自分の感情を尊重することが大事なんですよ、はい、これがワークをしていく上で大切な考え方になってくるんですね、うん、で、今日の、ワークをやっていくにあたってのテーマなんですけど、あるがままを感じましょうということです。哲学者のアラン・ワッツさんっていう人がいまして、善の達人と普通の人との違いっていうのは、普通の人っていうのはいろんな意味において自分の人間らしさと戦う、要は抵抗することだっていうことを言ってるんですね。これってつまり言い換えると、善の達人っていうのは自分の性質、何を考えているかとか、どんな感情を味わっているのかっていうことを受け入れて、自分が人間であることっていうのを自分に言い聞かせてるんですね。だから込み上げる感情っていうのをそのまま表現できると、嬉しい時は笑うし、ムカつく時は眉間にシワを寄せるしっていうことですね。で、禅の思想としては日常生活に同一性の法則っていうのを適用してるんですよね、まあ、自分が人間としているということを許すためなんですね。そのために訓練を積む必要があるんですけど、何を行っているかっていうと、瞑想を行うっていうことなんですよ。例えば、まあ別の動画でもお話ししたことがありますけど、筋トレをやってていきなりベンチプレス100キロ上げるっていうのはまあできないわけじゃないですか。例えば40キロからスタートして1年とか2年かけて100キロまで徐々に毎日頑張って上げていくと。で、自分のその感情を根っこからどう感じるのかっていうのも、やっぱり即席で明日すぐに変わるとかっていうのはできないので、瞑想っていうのでコツコツ心を鍛えていく必要があるっていうことなんですよ。で、今日はそんな瞑想のやり方に関してなんですけど、まあ、椅子に座って楽な姿勢で座ってください。で、これは床だったら別に床でも OK です。座禅組むみたいな感じですね。床に座っても OK です。で、目を閉じて呼吸に集中してください。胸いっぱいに空気を吸ってゆっくり吐きましょう。で、その時の感覚に集中して、あなたは今幸せを感じてますか？不安ですか？それとも何か迷ってますか？退屈感じてますか？あなたが今どう感じているかにかかわらず、胸いっぱいになるまで深い呼吸を続けながら、
分の気持ちに集中して、その幸せや怒りや悲しみや不安、観察してみましょう。今、椅子か床に座っている自分を第三者の目線で眺めてみてください。その座っているあなたは、なんで幸せや不安を感じたりするんでしょう。その感覚は一体どこから来てますか？誰かが与えたんですか？お父さん、お母さん、旦那さん、奥さん、友人、職場の同僚、上司、部下、それとも自分？味わっている感覚を一切否定しないで、不安なら不安を表現して、嬉しいなら喜びを表現しましょう。その時に胸が苦しいなと思うなら、それを味わって、熱くなるならその熱さを味わう。自分の中に流れていくあらゆる感情を味わい尽くすことができたら、ゆっくりと目を開けてみましょう。はい、ということで、まあ、瞑想と言ったんですけれども、今ね、言ったような形で、まあ、ちょっと動画を巻き戻してもらって、巻き戻すのはビデオテープみたいな感じ、動画をちょっと戻してもらって、で今の僕が喋っているものに合わせていろいろと進んでもらえたらと思います。 できるなら今僕が言ったような内容っていうのを自分の頭の中で再現しながらできるようになることっていうのがベターです。ということで、ワークは瞑想をさせてもらいました。ということで本日最後ですね、今日のワークはいかがだったでしょうかね。この動画が終わったらまた戻すなり、動画としてね、ちょっと静かで暗い部屋に行って10分20分瞑想っていうのをぜひ実践してみてください。で、終わった時には、まあ、何とも言えない気持ちよさっていうのを感じることができますんで、瞑想はとにかくおすすめです。ということで、次回の動画でもお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。